ムだよ。マリサだぜ。今日は親父世代に未だに信じられている。スモーク・オン・ザ・ウォーター手拍子事件について解説するぜ。何それ？ディープ・パープルというハードロックバンドが、日本公演の演奏をライブ版として1972年に、ライブ・イン・ジャパンというタイトルで発表したんだよ。このアルバムは世界的にも売れて、ロック史上に残るライブ名盤としてとっても有名なんだ。ちなみに日本以外では、メイド・イン・ジャパンというタイトルだったんだぜ。その中に収録された彼らの代表曲の一つ、スモーク・オン・ザ・ウォーターでの出来事だ。スモーク・オン・ザ・ウォーターは私でも知ってるわよ。有名な曲よね。ああ、10年ほど前にソフトバンクが CM で、この曲をリスペクトも何もない使い方をして、公式ページに晒し上げられたことでも有名な曲だ。うわぁ、世界のファンの皆様本当にすみません。日本人は自分たちだけのインターネットを持つべきだ。ははは、なぜこんなクソ CM にこの名曲を載せることを考えられるんだい？なんだこのクソは？ひぃ、やっぱり怒ってる。ソフバンは宮代の扱いもひどかったし、もう音楽もの CM は作らないでほしいよな。話を戻すと、そのスモーク・オン・ザ・ウォーターのイントロ部分で、ギタリストのリッチー・ブラックモアがリフを途中でやめて、からピッキング3回の後、再び弾き始めたんだ。そしてこの部分を渋谷陽一氏が、日本人のリズムの悪さが原因としたんだ。渋谷陽一さんってロキノンの人よね？ああ、ちょうど渋谷陽一氏がロッキンオンを立ち上げた頃だな。今現在でも発行され続けているから、半世紀以上日本の音楽シーンを支えてきた媒体だ。そんな渋谷陽一氏はロック評論家なんてほとんどいない時期から活動していた人で、当時のロックファンに多大な影響力があった。そんな彼が曲解説で、監修の民謡調の手拍子に合わせて、リッチー・ブラックモアがリズムを切り直している、と書いたんだ。それは観客が悪いんじゃ。本当にそうならな。そしてこの渋谷陽一氏が書いた文章は、リズム感コンプレックスを持っていた、当時の日本人に刺さりまくって、アラフィフアラカンの人たちは未だにこれを信じてるんだぜ。ローリーもこれを言っていたな。はいはい。お客さんが、バン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 ってやるから、リッチーが、やるとこがすごく好き。ということは違うの？結論から言うと違う。まずは違うという根拠から。スモーク・オン・ザ・ウォーターはミドルテンポの曲だ。この BPM が115ぐらいの曲で、リッチーの示したタイミング、2拍目と4拍目で手拍子して楽しいか。あれ、こっちの方が民謡調。観客が1拍目と3拍目で手拍子をしていたのならともかく、この時は 1,2,3,4 全拍で手拍子している。この曲にはこれしか手拍子を乗せることができないんだよ。次に公式 YouTube チャンネルから同時期のライブ。白人様も同じように手拍子してるのに、リッチーは気にしてないぜ。ほんとだ。さらに問題の日本公演の時のビデオ。これは映像も音も切り張りしたものだけど、メンバーが同じタイミングで手拍子も止めてる。考えてみれば、ライブインジャパンの時も、少し遅れてから手拍子が始まるから、メンバーの手拍子煽りを受けて、観客の手拍子が始まったのかもな。全然違うじゃん。なんで渋谷陽一はそんなこと言ったの？本人による説明がないから想像するしかないんだけど、要因はいくつか推測できる。まず今では想像がつかないくらい情報がない時代だったってこと。このディープパープルのライブインジャパンの成功で、日本武道館でのライブをアルバムにするのが流行ったんだけど、それまでは来日公演自体が珍しく、日本人が海外のアーティストを見る機会なんてほとんどなかった。だからフィルムコンサートというライブ動画の上映会に、有料でも人が集まったぐらいだし、この5年後にレッド・ツェッペリン狂熱のライブが、映画館で公開された時には、ライブシーンは3分の1ほどしかない映画だったにもかかわらず、何度も映画館に足を運ぶ人が多かった。つまり映像がないから、どう演奏しているかはレコードの音から判断するしかなかったわけね。そうだぜ。また渋谷陽一氏自体がこの頃のディープパープルを、あまり好きじゃなかったこと。え、そんな好き嫌い言っちゃうの？いわく、進化の止まったバンドは嫌いだそうで、サバスはまるでジューダスは罰だそうだ。どっちかというと逆な気が。あと当時の日本はゼッペリン派とパープル派が分かれていて、渋谷陽一氏は圧倒的にゼップファンだったのもあるんだろうな。内容的にディープパープルをディスっているわけではないんだけど、わざわざネガティブなことを書いてしまうあたり、パープル聴いているやつなんてとその影響はあったと思うぜ。それって、あなたの意見ですよね？さらに当時日本を代表するロックギタリストの成茂茂が、
そこら中で日本人はリズムが悪いと説いていたので、日本の音楽関係者の多くが盲信的にそれを信じていた節がある。割と今でも聞く論調よね。当時グレコのギターを買うと、ナルモシゲルのロックギターメソッドというカセットテープと、教本が付属してきたんだけど。グレコ、ロックギターメソッド。ナルモシゲルです。この度どういうわけかギターの弾き方を説明してくれという話がありましたらね、あんまり得意じゃないんですけども、なんとか頑張ってやってみようかという。その中でも日本人はリズム悪いから常にピックを上下に往復させる、オルタネートピッキングをするべきと説いているぜ。もっともオルタネートピッキングなんて言葉は知られてなかったから、8ビートピッキングという和製英語を使っていたんだぜ。そうなんだ。でもリッチーの弾き方は全部アップだけどな。ほんとだ。加えてリッチー自体が気分屋で、演奏自体にものすごくムラがあるタイプのギタリストだったこともある。おそらく何の気なしにやったお遊びが拡大解釈されたんだろうな。曲の出だしなんかかっちり決まっているもんだと思っていたわ。このライブインジャパンが収録されたのは、1972年8月15日から17日までの3日間、15、16日が大阪フェスティバルホール、17日が日本武道館だった。武道館のライブという体になっているけど、7曲中5曲が大阪での録音なんだぜ。アルバムジャケットの写真は武道館だから、全部武道館かと思ってたわ。それでこのスモークオンザウォーターは、アルバム中、この1曲だけ初日15日の演奏なんだ。何か理由があるの？単純にリッチーのミスのせいで、他の日のテイクが使い物にならなかったからだぜ。ギャフン。現在は完全版が発売されていて、16日や17日のテイクも入手できるけど、結構ひどいぜ。イントロでヤンギランが吹き出してるくらいだ。ちなみにだけど、採用された15日のテイクにも、盛大なミストーンがギターソロ前のリフであるんだけど、これによって当時の人は、リフが5フレットからじゃなくて、10フレットを使っているのを知ったんだぜ。どういうこと？ギター弾いている人にしかわからないかもしれないんだけど、リフはこう弾いていると思われていた。あれ？こうじゃないの？ところがこのミストーンがどうやって出たか、さっぱりわからないんだ。南西譜の音で。わざわざ2弦6フレットを抑えに行かないと出ない音なんだぜ。そこで10フレットから弾き始めていると考えると、ちょうど抑えている一つ上の弦が F の音になり、3弦10フレットの音が出た理由がわかるんだ。またこの派手な出方からアップピッキングでリフを弾いているというのも判明したな。はい、すごい。本来はスライドダウンでピッキングしないところなんだけど、直前の音のピッキングが弱かったから追加で弾いたら、一つ上の弦だったって感じじゃないかな。おそらく左手を逆手にして、親指とかで押さえていて、やらかしたんだと思うんだぜ。ただリッチーは本当に適当なので、こんな弾き方もしたりする。親指だけで押さえたり、ピック使わずに弾いたり、たまに5フレットのポジションで弾いたりと何でもありなんだぜ。6弦3フレットの G の音を入れるパターンもあるな。だからいろいろミストーンも多いのかな。まあそれを含めての個性がリッチーの魅力ではあるんだけどな。さて今回はウプ主を含むジジイ世代に根強く残る誤解、スモークオンザウォーターでリッチーが日本人のリズム感に切れたというのは大嘘というのを解説したぜ。動画アップロードは不定期ですが、気が向いた時に覗きに来てね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。